どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを崩すキャスト、そしてモータルシェル続きを遊んでいきたいと思いますが、2番目のというか、まあ、私が2番目に選んだダンジョンを、やっていこうと。でもはや TL は全アビリティを解放、このこれ何、殉教者の剣だっけ、この剣ももう、完全に強化、すでに服装はスリザリン、で、シスターは、なんか商売始めたと。私がもう完全に、完全に強化し終わったら商売始めて、まあ、一別の使い道はあるっていうことですよね。まだそれはいいと思うんですけどね。これ多分これがファストトラベルするやつなんじゃないかなっていう気がしてるんで、そうじゃなくても使用回数が多分これが何の制約もなくシスターのところに戻れるなんですけど、そのさらに上のやつっぽいのでね。でファストトラベルはだいぶ最後の方にならないとできないとは聞いてたんで、まあ一律はそのまま貯めるとして、で、ここをやっていくと。ここは また明るいんですよね。霧が出てた時と比べるとかなりマシだろうとは思うんですが、でチラッとは見たんだよな。あ、そう、一撃で倒せるようになってるんだった。危ね。確か奥から騎士みたいのが歩いてくるんだよな。来た来た来た。あ、もし霧が出、最初ここ来た時明るって思ったけど、霧が出てた時を考えるとよっぽどマシですね。こうどうやろうかな、こいつは。覚えてないな。一回切ってみよう、お前、俺のこと。この人も盾持ちですね。いた、遅い。ああ、で、盾で弾かれる。ああ、でも今ので壊れましたね、だいぶ盾が。ああ、そんなことはない。つく、ああ、早いね。月は早いね。ちょっとお前、練習したいな。ああ、なんか落としたね。なんか落ちてる。ああ、はいはいはい。でここはとりあえず先に進めた。なんかこうあれなんだよね、遺跡というよりはまだ布とか残ってるから、戦のあったどっかの町の戦場の跡みたいな感じなんかな。あー、広いね。これ分かれ道かな。こういうところ怪しい。なんもない？ない。そっちの橋っぽくなってる方か、こっち側か。あ、いけるね。これは毒の霧とかじゃないよね。これは何？お墓？お墓っぽいな。簡単な。ああ、なんか寝てる。うん、なんかドックンドックン言ってんだけど、なんだ。あ？一別と石？お、炎タイプの幽霊ってことかな。あそこにもいるね。おーと、そういう出方がする。これがあるだけの場所かな。もう意外はないはずなんでね。セルを一通り取ったから、誰かかな。私のシェルのソロモンに似てる。
ソロモンに似てる気はするけど、ソロモンかどうかわからんしな。なんかロックンロックン行ったりしてたし、なんかそういうところだったんでしょうけれど、でやっぱここにもお化けは出るけど、炎タイプのお化けってことはダンジョンによって別のタイプのお化けが出てくるのかな。ちょっと一回戻って、あの盾持ちのやつと練習したいんだよな。こっちだ。 Perhaps it's time to make some new memories? これさ、取引し You're not ready. できてない。ああ、できて、いや違うんだよ、取引しないと回復しないってことなんかな。で閉じて、あ、そうだね、一回あいつの、あいつの店の棚を見ないと、回復させてくんないと。あー、横から、あー、でも今のダメージ食らってないね。避けたことになってるのかな。これチャンス、チャンスだね。弾かれてくれるからいいけど、あいつも、あー、やっぱ入らないね。3発ぐらいかな。ちょっと一応奥まで探索しよう、できるところまで。なんかいる？ああ、なんか俺みたいな刀持ってるな。盾を持って、おーう。2連撃か3連撃ぐらいだな、今の。4発弱攻撃で。鎧を着てるんだよね。顔がドクロなわけじゃないよね、多分。あるいは顔がドクロなのかな、本当に。で、あ、いるね。別に脇に行けるわけじゃないんだよね、多分。お、横から来た。回復させてもらって、壊せるもんではないか。これはなんか象かな、なんか人っぽくない体格に見えるけど、あ、イムロッドを蝕んだあらゆる山にかかった彼は供養の前に最後の括弧解読不能自身を傷っていった。はん？しん、なんかあれかな、ブラッドボーン感もあるからこのゲーム、なんかそういうなんか目がついてる扉ね。あれかな、ダンジョンマスターの入り口みたいな雰囲気だけど。
敗の記念碑。なんか太古の邪神的な要素とかもあったりするかな。ヒロイが またお前か。うん、うわお、うわくっそー、やっぱ狭いところで戦うのはきついな。うん、ちなみになんかあの仮面っていくらで売ってるの。前1別30か。1別で1別、これ多分ちゃんと黒字になるようにいってるんだろうから、こっち買ってってやっていってもいいかもしんないですけど。とりあえずあの仮面買うのを目標にするかな。まずは一別貯めるって意味では、で2体奥じゃなくてこっちからも来るやついたよな。そこか、しゃがんでるのか。でお前とうまく戦えてないな、さっきから。あーそっか、素早い二連撃の後に3発目があるのか。それとあと月があるよね多分。あー3発目があるの忘れてた。硬くなるべきかな、3発目の時に。うわーい、うわ、これもね、あの高2の洞窟みたいに慣れてきたら多分もっとちゃんとできるようになるんだろうけどね。よし、場所さえ分かるよね。で、振らない？うわあ、まあ全然読めないな。盾を壊せないのかな。キノコも生えるぐらい時間が経っちゃったよ、最初にキノコ取ってから。はい、お前も一発目はよろけるね。2、3、あーでも普通によろけるな。であれはパーリーが取れないと、で毒で倒した。
こういうところ怪しい。もうそんなこと言ったら全部怪しいんだけどさ。ああ、くそ。広いところで戦いたいね、お前と。切っちゃった方がいいかな。間に合った。牢屋だね。なんか箱とかあるかな。壊せるものではない。なんかそこ煙ってるな。片っ端から切るっていうね、雑なやり方ですけど。ん？お前何にやられた？あ、死体が何かしら持ってきますね。分かれ道か。あー、こっちは扉だな。開くのかな。閉まっていると開くな、多分これ。アイアンメイデンじゃん。アイアンメイデン、宝箱なの？お弁当の追加があったな。お前だけってことはないだろうな。うわ、あれが2体いるのか。同時にか。引いて、うっ、あーくそ、片方は毒で倒したな。ああ、グツグツ言ってんな。焼き入れようさん。ああ、溶岩っぽくなってるね。あるいはそこで、なんか鉄のなんかを作ってた場所なのか。こういう破壊のされ方をしてるってことは、なんかさ、カタパルトでなんか飛ばされてきたとか、そういうのやられたってことだよな。そういう戦争だったってことだよな、ちゃんと。浮いてないそれ。あ、スルーされてんのか。なんの穴これは。狙えるんだから敵だよね。
こっち側長いかな。あの扉の方に行っておくべきか。この穴は落ちたりするのかな。なんかそんな感じではないっぽいけど、なんか自分を生贄に捧げる儀式みたいなのにやってたような記述があったから、そういうのに使った場所かな。なんか仕掛けが必要ってことかな。開かないのかな。じゃあこっち側じゃないと。なんかあるな、あそこ。生き物とか動きそうなものには見えないけど。いやーその奥に痛い。なんだ、なんかでかいのいるな。溶岩投げてきたな。うわ、しかもスリップダメージがある。なんだろう、あれ人かな。あれもグリシャかなんかが刺激されてんのかな。でかく見えるんだよな。いっちゃえ。あー、ちょっと、くそ、笑った、こういう。おー、あれ設定で変えよっかな。ショートカットキーなんだろうから設定で変えるか。あそこまではスムーズに行きたいな。3発目。あいつなんかわざと読み込まれてないというより召喚されてる感があるな。これでいけるな、こいつ。こいつも3発なら3発だな。なんかその辺から正気みたいのが立ち上ってるのは気になるんだよな。この辺ちゃんとやってないから、いまいち敵の配置を覚えてないな。
横にいないんだっけ、ここ。奥にいるのか。一旦引く。一旦これで釣ろう。あの奥のやつは何なんだろうな。まず人かどうかも分かってて痛い。結構痛いなあれ。ああ、うわっ、スリップダメージか。いや、さすがに人じゃないよな、これは。あんまり強くなかったけど。待って、なんか、開いたけど、拾ったかな、ここのやつは。いや、人に見えるけどさ、溶岩に使って溶岩投げてくるやつだしさ、なんか、刺激されてる感もあるしな。あんまり大きく人から逸脱した姿のやつが出てこないゲームな気はするんだけど、私はそういうのはもっと怪獣じみていいよっていう派なんですけどね。これなんだろうな、これ分かれ道ですね。 OK、 いっぺんに行けた。うわ、あそこにもいるよ、風呂使ってる。大攻撃一発っぽいな。まあこいつが硬かったらそれなりに困るか。あぶね、ここ十字路だな。お弁当もあるってことは、とりあえずこっち側に向かったらさっきのところに繋がってショートカット開きそうなんで、こっち行ってみるか。ああダメだ、やべ、引っかかるの。ここちょっと引っかかるところが多すぎる。やべ、振らない。
あいついるな。じゃあそれもか。死んだふりしてるのか。2発。ここかな。どっちにしろ開けたところに、開けたところにあの物投げてくるやつがいるっていう作りにしてあるのかな。ああ、ここですね。はい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 。一応ショートカットは開いた、開いた上で、ここはここで分かれ道だなあ。こっちから来たんだよね、でも。こっちから来て、これさ、上から落ちてきたのかな、このでっかいのは。行ってみっか、こっち。タースボアが生えてるってことは、毒を使うやつがいるのかな。焼きネズミが落ちてる。こいつが落としたのかな。風呂使ったやつはいないね。お前が2体か。うー、使ってみるかな。あ、凍っちゃってるからか。砕けるかと思ったけど、別に砕いたりはしないんだな。そういうゲームじゃないか。うわー、こいつ2体は厄介だね。うわあ、あいつ2体は戦いづらいな。氷のところでも左遷持ちが2体は出てこなかったからな。ちょっと私今どれぐらいやってます。まだ30分か。割と長いこと言った気がしたけど、やっぱ新しいところを初見で探索してるとボリューミーに感じられていいですね。危ねえな。なんか今攻撃食らってないな、私。当たった感があるんだが、あー、くそ。あー、これ練習しとくか、一応。やっぱりなんか湧いててできてる感があるんだよな、演出として。読み込んでないんじゃなくて、そういう存在なのかな。
横から出てきたりするよね。で、右にいるあいつを、あ、右じゃないか、入ってきた方だから、あっち側か。一応こうのけぞってくれるのはありがたいんだが、やっぱりなんか音が変だと思った。で、一体ずつ釣りたいんだが、いや同時に反応するよね。じゃあ同時にやるか。うまいこと硬くなるのを使いこなせれば、狭いな、シンプルに。そうだな、硬くなるのをちゃんと使いこなさないとダメだよな。お前が邪魔だ。ターンスボーか、ここに生えてんのは。結構いろいろ手に入れてるから、またいつかサロモンさんに鑑定してもらいに戻らんとな。なんとなくですけど。あ、湧く。焼き入れ洋さん結構手に入るね。あれ、ハザンさんからもらった刀、強化してみるかな。あんまり好みではないんですけどね。これも多分開かないんじゃない？そうだね。なんかささやき声が聞こえるのも、まあ、呪文がここにかかってるみたいな話なんだろうけど、どうしてもクツル感を覚えてしまいますわね。多分いろいろショートカットが開いてくってことなんだろうけれども、ここさ、投げてくるやつが両サイドにいるから、で、一旦こっち側に避けて、こっち側、こっち側で敵がいるから大丈夫かな、その辺にはいないかな。おお、そっから強引に持ってこれるのか、お前。あ、倒してない。くそ。こう風呂使ってるやつを。あ、さっきもそうだったね、忘れてた、お前のこと。気をつけないと。あっち側は広そうだが、こっち側も広そうだな。
ああ、やんなくてよかった。弾かれたあいつにも。なんかあのお化けの像みたいなやつだなこれ。またそこにでかい墓みたいなあんな。あー、やっぱりドックンドックンするね。一別ティエル、これティエル、ティエル、うん、危ねえ、お化けか。ティエルの姿はしてないっぽいけど、でもなんかティエルが祀られてたんだなそこに。いや、スリップダメージ食らってる。うわー、スリップダメージで死んでしまった。うーん、そうか、マンゴー、そういえばバケットも拾ったな。でもなんか消費アイテムにしては手に入らねえなっていう手に入り方してるんだよな今。ちょっとどれぐらいやってる ?40 分台か。ちょっとここで一旦枠を、切り替えたいと思います。ではお付き合いいただきありがとうございました。よろしかったらそのままお待ちください。すぐ再開いたします。